はいどうも、なおちんです。さあ今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日もタイムアタックの続きをやっていきたいと思います。今、4時間32分ですね。まあ4時間半です。今日は、メインストーリーをクリアしていきたいと思います。まずはオーシュット行きまして、で、その後、あと3人ぐらい行けるかな。今日も1時間半やっていきます。ではまずはオーシュットの、クエストからスタートしましょうか。サクッと、終わらせちゃいましょうかね。いやあんまり火力ないな。でもまあ最初のうちはこんなもんかな。こんなもんなのよ。カウント出すのは結構すごいことよ。で、あれを入れるの忘れとったな。いろいろとステータスがちょっと微妙な感じだ。あ、OK、これでもういいよね。不意打ち入れて、あ、カウントしない。でももう捕獲ができるはずなんだよね。よし、はい、次行こう。装備整えてきたので、まあ全く問題なくいけるでしょう。弱点はもう調査済みですね。で、次で、あ、いや、もうここでするか。攻撃させずに行きますか。攻撃させずに行こう。どんくらい与えれるだろうね。おお、すごいすごい。もうこれならもうあれだね、ある程度の敵に勝てるぜ。よし、 OK、 捕獲できる。あ、これはいいわ。はい、捕獲、次オーシュット無事にクリアですね。これで、みんなでけしかけるが使えるようになりました。ある程度簡単にクリアできるようになったね。他のメインストーリーやっていきましょう。その前にここを倒そう。海坊主、こいつをちょっとね捕獲したいのよね。ここからだ。なのでちょっと海坊主倒しましょう。これでいけるか。どうだ。おいけたー。では夜に出るよね。夜に出るので海坊主を仲間にしてから行きましょう。あ、ついでにアイテム集めよう。もうついでなんでサメも倒しときましょう。サメを倒して、あー、どうしよう。翼トカゲも行く。トカゲも行くならば、まあまあ火力はだいぶ上がるよね。それもいいかもしんないね。トカゲまで行こうか。よし、捕獲完了。いけるかな。あー、まだ倒せん。意外と HP が高い。お、いけたー。次はソローネのメインですね。全く問題なし。いや全然余裕だね。マザー撃破。ファザーも大したことないね。撃破です。ソローネのメインストーリークリアです。意外と時間かかるね。次は光のところに来てます。だけどもう時間がねあんまないんだよね。あんまり時間がないんですよ。なので光のクエスト、メインストーリーね、あれを行けるだけ行って終わりにしましょうかね。一発だろうね。はいはい、光の3章まで来てます。あと2、3分なのでもうここでおしまいかな。多分これでおしまいでしょう。オッケー。あれか、あれだよね。
ブレイクとかしないと、あ、やっぱりね、話が出ないとどうしようもないやつだわ。はい、戻ってきました。今5時間58分まあ59分ですね。今日でメインストーリー4人ぐらいいけるかなと思いきや、2人と半分でしたね。メインストーリーが意外と長い。でももうオーシュットの準備が完了してるので、あとはメインストーリーをどんどんクリアしていくだけです。次では、4人ぐらいクリアしたいね。まあちょっと頑張っていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。